ナイトライダーナイト2000ナイト2000のレプリカ車両ナイト2000の運転席ナイト2000はアメリカで放映された特撮番組ナイトライダーに登場する架空のドリームカーである。1980年代のアメリカを代表する SF アクションテレビドラマナイトライダーにおいてナイト財団の財力と科学を結集させて作られた電子頭脳搭載のスーパーカー。主人公 マイケル・ナイトの愛者かつ相棒として欠かせない存在である。社会にはびこる腐敗や不正を嘆いたナイト財団の総帥ウィルトン・ナイトとその科学チームにより開発され、ウィルトンの死後、財団の代表者となった元刑事の若き総帥マイケル・ナイトに託された。ナイト2000は制作当時では、目新しい未来的な流線型のフォルムを持って登場した。 GM 社のポンティアックファイアーバードとランザムをベースとしており、フロントバンパー中央の左右に赤く点灯するスキャナーライト、内装にぎっしり詰め込まれた LED と電飾付きのスイッチパネル類、さらに正義のヒーローでありながら漆黒のボディを持つという特徴がある。ライト2000は現在に至るまで斬新さを感じさせる洗練された強さと美しさを持っており、 本国アメリカは元より、日本国内においても人気が高く、根強くファンを引き付け続けている。劇中においては銃弾を引く頑丈なボディ、最高時速は300マイルオーバー、ジャンプや片輪走行などの派手なアクション機能も、去ることながら、その最大の特徴は、喋る車ということである。ライト2000は、人工知能、KITT を搭載しており、自分で考えて、言葉を話し、 さらに自らの意志で走行することもできる。礼に正しくどこか愛嬌のある KITT と自由奔放なマイケルとの掛け合いも作品の魅力の一つである。キットは誤り。ホルームはベースとなった第三世代のトランザームを保っているが細部にカスタマイズが施されている。主にフロントバンパー部が大幅にカスタムされ中央部にスキャナーが埋め込まれており、 リアテールランプには1枚版のスモークカバーが装着されている。ボンネット、ホイール、リアスポイラー等は1982年デビューした当時のトランザム純正パーツが装着されている。ナンバープレートの登録地はカリフォルニア州、文字列はナイト。内装インテリア部分に関してはダッシュボード、アームレストスイッチパネル、オーバーヘッドコンソールスイッチパネルは大幅にカスタム。 されており、ベース車の原型を止めていない。パイロット版で、マイケルが運転席に座った際には、デボンに対して、ダース・ベイダーの風呂場と表現するほど、多数のランプ付きスイッチ類が運転席部分に付加されている。メーターは、左側が速度計、右側がタコメーター。インテリア関連の明確な際としては、シーズン1台12話までは後日の、 ボイスインジケーターが長方形、シーズン1第13話以降は、バーグラフとなっている点がある。シーズン1第8話に初登場するプロトタイプ、KARR は、作中、K2 回登場しているが、いずれも上記でいう前期仕様である。KITT が発生すると、ステアリングコラムのダッシュボードと接する部分に、設置されたボイスインジケーターが発行する。またハンドルは、 全方向回転型、ロケットボタン付けと呼ばれているように、円形ではなく飛行機の操縦桿のような形状。一応標準の三点式、シートベルトが装備しているが劇中はマイケルは1話のみ、締めてたがそれ以降は締めることはない。機能として、レーザーシートベルトという衝撃を緩和する、いわば不可視のシートベルトが備わっている。マイクロジャムと各種解析能力は、 マイケルが腕にはめている腕時計型ツール、コムリンクによってリモートでも活用可能。強奪、悪用素子のセキュリティは様々に描写され、どうなっているのかは不明。とりあえず身内時計 i t t 本人が容認した人物以外は乗れないようになっている。カスタムカーナイト2000キットナイトライダーダッシュボードをさらに改造しシーケンシャル制御で起動。 https://www.youtube.com コロンススララッッシシュュスラッシュウォッチ v コールトダースコーム水2020年6月10日閲覧ありがとうございます